畜生一週間。畜生。月曜日は奈落に落ちて。リセ安定。畜生。じゃないけどその後のファイアは許さない。あなたも私もニート。グッドラック。火曜日はマックマニタイプ。切り替えていきましょう。水曜日はクリカサッサリー。自由研究タイムアタックはどう？懲役10分。言い渡されてないやんけ。でも3の1うまくいったので勢いに乗りましょう。自由研究めんどくさい。グッドラック、草。木曜日はカット抜け失敗。3-2が強すぎる。グッドラック、グッドラック。1面コース23-61出しなさい。はは、来た。金曜日はダッシュが切れて。草、グッドラック。職人が来た。草、グッドラック。職人来た。職人来た。草。今度は職人。わら。1週間寝ちゃったで草。来たわらわら。新ネタ。もう新ネタやんけ。新ネタ。新ネタ。7面とかだったら目も当てられない。記録の代わりに動画のネタができたよ。やったね。やったね。小梅の1週間って。小梅の1週間ってあったっけ？来ましたね。この元ネタは公式？商店か。職人ネタでアクティブを稼ぐ配信者の絡み。新しいなマジで。このチャンネル専属職人何人いんだよ。わら。専属結構いますよ。結構いますよ。職人数。あ、小梅で笑ったら即引退。あ、やっぱあるんですか公式で。へえ。小梅の一週間くっそおもろい。アクティブ2000おめ。動画で見ました。初見で。あ、今日最近元気ない時にアリゴリズム体操と小梅という動画で元気もらってます。いえ、自由研究してるからゲームしたってもできない。今来たアルゴリズム体操と小梅で元気をもらってます。よかったよかった。うわぁ、ワイユーさん。12000円。無言スパチャ、赤スパ。ありがとうございます。ワイユーさん、社長かな？もうワイユーさん、48000円？あなた、もう5万、6万かな、もうワイユーさん、6万。まだ千九。あ、すごい。月の日はこれね、セクシーはこれポイントあるんですよ。うん、一応ね。入れない。でも RTA やめられないんだけど、わらわらって作ってあるな。ちょっと待って、大阪さん短時間で打てるの強い。棒読みソングはこの前音階教えてもらえたからできる人増えたんやで。グッドメイキングチャート、セクシー解説ありがとうございます。やばいやつだよ。世界で一番よ姫様。これで終わりです。しゃっくりが止まんないよ。2022までくらいがセーラームーン直撃世代だっけ。そうか。